おはよう。と言っても、もうお昼だけど。<laughs> よく眠れたようね。あ、もうゴミ収集車は行っちゃったわよ。<laughs> 今何時だと思ってるの もうお昼の十二時半よ。<laughs> ええ、おやすみよ。あなたもおやすみそう、おやすみなの。おやすみなら、うち、上がってく ほら、こないだ、時間があったら、うちでお茶しないっていう話になったじゃないそれが、今だと思ってる。でも、君がよかったらなんだけどね。 こんな年間のおばさんの家なんか来たくないわよね。ごめんね。えお邪魔させていただきます <laughs> 喜んで。身支度が終わったら、いつでもおいで。うん。また後で。 いらっしゃい。さあ、入って。そっちのリビングで座ってて。飲み物麦茶でよかったかな大丈夫よかった。 はい、お待たせーって。何そんなまじまじと私の部屋見てるのそんなにまじまじと見ても、盗めるものなんてないよ。<laughs> ごめんごめん、からかいすぎた。はい、どうぞ、麦茶。 うんあ一応紅茶もあるからいつでも言ってうんあったかいのも冷たいのもどっちも用意できるから。 お部屋きれいですねって <laughs> ありがとう。高校生の時とかって、整理整頓するの大嫌いだったんだけど、一人暮らし始めてから、汚いのが嫌で嫌で、高校生の時、よくあんな部屋に寝てたなーって、今振り返ったら思うかな。 そんなに汚かったんですかって <laughs> もうほんと見せられないぐらい汚かったんだから。<laughs> 若さゆえの特権かな。今でも十分お若いですよって。<laughs> お世辞ありがとう。 君ぐらいだよそんなこと言ってくれるのお礼にお昼食べるっていうかお昼済ませてる見ての通り起きたばっかりだから何も腹に入れてませんって <laughs> そうだねだって髪の毛ボサボサだもん なんで言ってくれなかったんですかって。だって、身支度済ませてからおいでって言ったから、髪の毛もちゃんとしてくるのかなって思ったら、髪の毛だけそのままだから気づくまで待ってようかなって思って。<laughs> ちょっと待ってて。今持ってくるね。うん。もう作ってあるんだ。 はーい、お待たせ。そう私特製、海鮮塩焼きそば <laughs> 簡単なんだけど、塩加減が、いっつもちょうどいいのにならなくって。今日はうまくできてるといいなはい、いただきます。召し上がれ。 はん美味しい。すっごく美味しい。よかったー。私もいただきます。<laughs> うん。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 美味しい。野菜も。ちょうどいいかも。 こうやって、誰かとご飯食べるのって、美味しいよね。それに、男の人に、自分の手料理食べてもらうのって、すっごい久々かも。ああ、ごめん。はい、お茶。うん。 ゆっくり。いや、でも本当なんだよ。しばらく彼氏もいないしね。うん、彼氏いないよ。はじゃあ、俺の彼女になって、 もらえませんかって<笑><笑><笑>まったまた。こんなに若くて素敵な大学生の男の子が、ただ隣の家ってだけのかわいそうな一人身の豊島のおばさんをくどくはずがないじゃん。 <laughs> 冗談はやめて。私こういう冗談で何度も本気にして、そんでもって痛い目見てきたんだから。信じないよ。っていうか、君みたいなお若い大学生の男の子は同い年か。それより年下の ピチピチの女の子とかにしときなよ。お姉さんがいいですってあ、いや、その。って、ダメだ、ダメ <laughs> 何言ってんの本当にもう。なんか変なものでも食べたっていうか、 私の海鮮焼きそばがいけなかったのそうじゃない俺本気ですからって本当にやめて君みたいな素敵な男の子は 私にはもったいないよ。もっといい子いるって。ね。それか、ちゃんと本気っていう証拠持ってきて。証明してみせてよ。 それなら、本気に、するかも。